はい、こんにちは、ブルホスです。もうね、もう早かったでしょ。シャシャシャッと。シャシャシャッと。前回パートで、ちょっと心えぐられたというか、もうなんか、完全にね、やられちまったんでね、本当にもう、本当に申し訳なかったです。前回パートちょっとね、半分はもう、ただ積み木にもて遊ばれたっていうだけのね、パートで終わっちゃったんですけれども、今回ね、ちょっと、すっとね、次のパート進んでいけるように、ちょっと頑張っていきたいと思います。せめて地下行って終わりたい。せめて地下行って終わりたいというふうに思いますんで、最後までね、お付き合いいただけたら嬉しいです。ということで、今回は、短くて細いマグナムを持っている所長から、まあ、逃げおおせるっていうね、そんなパートになっていくんですけれども、お手でコーヒーの。なんかね、喋り始めると口がパッサッパサになるんだよね。ということで、これでね、ちょっとくぐっていって、ほいっと、下から眺める養女のお股。はい。まあ、そんなことはどうでもよくって、まあ、本当はね、なんかね、のんびりね、プレイするとかだったら、ちょっとツアーみたいな感じで楽しめたらいいなと思ったりするんですけど、まあ、ちょっとそこはね、そんな感じではいかないので、こっちも開けられないと。このドアボンってなるのが面白いよね、なんかね。はい。このドアボンってなるの何だったっけ、何で見たんだっけな、違うな。4でもないし、5でもないし、6でもないし。RE エンジンになってからだったかな。はい。うん。これあれか。バイオセブンに出てきたあの人形か。じゃあ20年の時を経て。あの人形は、口がカビかしてる。あのドアから出られそう。残念、出られないんだよね。よし。12歳でさ、まあまあ、どうなんだろうな。この手をさ、前で組みながら、もじもじしながら走るっていうのもどうなんだろうね。だってこのドア開けた時点で、しょっちゅう気づけよって話だよね。はい、あ、22歳の白いメス豚です。はい。じゃあ、ここで鍵を取っちゃいましょう。と思ったか、バレてるぜ、ベイビー。どこへ行く気だ。どこへ行こうというのかね。しくしてろと言っただろう。こいつもこいつで結構冷静だよな。なんでお前が出てきてるんだ。どっから出やがった。こっちに来ないで。お願い。実はモニターでバレてたからかな。つけってものを教えてやる。やっちゃえ。これな、荘園なのかな、流産なのかな。バッキューってバッキューって。このドーンで上の机がボキボキって折れてるのかな。こいつは今ボキしてるのかな。はい。ドン。すーごい距離あったぞ。あ、やばいやばい、来て。逃げろ。クソガキめ、後悔させてやる。どういう後悔なんだろうな。助けて。まあでも、剥製にすることに興味がある程度で、対してあれか、そんなに言うほど、別に、女体に興味があるってわけじゃない。あ、でも女体に興味あんのか。あ、でもそれか。22歳には興味あるけど、12歳には興味がないってことか。その10歳の壁は厚くて高い。チラチラ、あ、来た。なんかフラフラしてるよ。フラすんな。来ちゃう。もうこの時点で今バレてたと思うんだけど、あ、いたぜ。I see. ドアガッチャン。かくれんぼは終わりだ。まあそんなくだらない話は置いといて、さあ、こっからね、バレないようにね、慎重に。いいですか？バレてない。どこにいる。まあちょっとあの大したアクションシーンがあるわけじゃない、退屈なんですけど、まあもう1ヶ月以上前の話だけどさ、あのバイオ RE4 の発表があってから、あのついにビレッジの方のダウンロードコンテンツもね、出来上がったみたいなね。だからダウンロードコンテンツで、そのいくつかあの4貴族の裏話があったりとか、そのクリス編の続きがあったりとか、そのあのなんだっけ、そのアンブレラじゃなくて、あ、忘れた。神様。BCAA じゃね。BCAA は筋トレのサプリだし、BSAA 名、蹴りをつけてやるみたいなね、そういう方だから、ヨーロッパに乗り込んだクリスのお話があるのかと思われたら、別にそうでもなかったっていうところだし、どこ行くの。っていう話だったし、でね、それから、なんだっけ。あ、そう。ハンドウルフズのね、4人の話が出てくるのかなと思ったら、ダウンロードコンテンツとしては、サードパーソンシューティング型になるっていうのと、まあ、ね、だから要はこの今、シェリーがやってるようなパターンになるっていうのと、あと、
クリスとハイゼンベルクとドミトレスク夫人のマーセナリーズが出来上がるっていうのと、あとね、あの 16歳のローズのなんか意識に、まあ、潜在意識に潜り込んでいく物語みたいな、そんな話があるっぽいね。個人的にやっぱり、ね、今のローズの、ね、16歳になったローズの物語、あれが16歳だったんだと思って、まあ、学校のテストうんぬんとか言ってたから高校生か大学生くらいかなと思ったけどね、年齢的には16ってことは高1だからな、まあ、そこら辺は、うん、ただ16、あ、そうか、ね、16って考えると、そういう主人公系でああいう銃を撃ってはしゃぐってなればどうなんだろう、最年少になるのか。レベッカが18歳、クレアが19歳、あ、シェリー12歳だけど銃を撃ったりとかしないからね、銃撃ち始めるの実際26歳だったから、そうだよね、そう考えると16歳での銃を撃つ主人公としてくるのは、うん、最年少記録を更新されたシャイニーになるって感じかな。ね。いや、でも楽しみっすね、ローズ。で、最終的に潜在意識下でエンディングで、あの、お父さん、今、ライトがピカッとかって、結構ギリギリだったの。この時に斧持ってないんだよな。どこやったんだろうな、斧が。斧持ってたのに。どっから斧持ってきたので、どこで斧を捨てたのって話なんで、どっかに斧とかも落ちてるのかもしれないからね、よくよく探してみれば、個人ツアーとかしてみたら、キャー、種を植え付けるお時間でございましゅー。男なんでね、ちょっと加えさせておこうみたいな。女の子は下の穴を使いたい。ここで逃げないシェリーもすごいよね。ああ、もう所長が生き果ててるわ。そんな話はどうでもよくて、まあ、わずかこれが30分での出来事というね、まあ謎解きにそれ以上かかってたらヒーって話だったんだけど、とりあえずまあトータルで言ったら30分くらいかかってるっていう話なんじゃないかな。まあそれはどうでもいいけど、おかーい、なりまー、19歳の女子です。私の時間を無駄にする気か、ペンダントを持ってこい、シェリーが死ぬぞ。で、そうね、だから DLC ね、まあ DLC マーセナリーズ、あとなんかだって10月の28だったっけ、22、何日だっけ、10月28だったかな、だから今からね、3ヶ月後くらいだけど、なんか楽しみですね。どこにあるの？まあ、あとなんかリバースもやるみたいだけど、リバースはちょっとやらないかな。あれはなんかね、梅田ジャパンさんのさ、1ヶ月前にその発表をやったのをさ、たまたまね、仕事に出かける直前にそのダウンロードコンテンツの発表がされてて、うわ、あの、規制かかるからやめてっつって、赤バンされる、赤バンされるみたいな、まあ、それくらいね、ちょっと誰もファンがね、待ち望んでいなかったっていうね。だから、あれだけね、その、アンブレラコアとかで、あの悲惨な結果とかになってるのに、あえてそれを入れてこようとするっていうのは、多分、だからそういうのが好きな人がいるんだろうね、きっと。うん。あ、カプコンの中にね。まあ、ただダウンロードコンテンツがそのまあサードパーソンシューティングは本編のさ、まあ延長っていうか別視点っていうだけだから大したあれじゃないし、マーセナリーズも別にそこバージョンアップしたからっていう、どっちかっていうとね、まだ伏線として回収しきれてない、なぜドミトレスクがああなったのかとか、ハイゼンブルクがああなったかとか、四貴族の裏話だったりとか、ハンドウルフの人たちもさ、全然さ、ね、あ、テカテカなおっぱいっていいよね、そのハンドウルフの人たちとかってもさ、全然そのかそもそも素顔がどうなってたかとかっていうのが出てきてないからすごい気になるのに、そこら辺がまだちょっとね、うん、1年半かけた割にはボリュームがどうなのっていう、そんな気はするけどね。多分あの本編のそのサードパーソン、まあ TPS だよね、 TPS の方はどっちになるかって、あの要は FPS でプレイするのか TPS でプレイするのかっていうのは、それはまあ多分選べる方式になるだけだと思うね。まあ、個人的には TPS の方が好きだから、うん、TPS でやりたいなというふうに思うけど、あとはそのハンドウルフ隊とかでできるようになる、ハンドウルフのさ、そのやつとかでやるんだったら、あれハンドウルフだったっけ、なんか違う気がしてきたけど、ちょっともう あんまもうちょっとバイオビレッジやってから、うん、半年以上経ってるからね。だからまあ直前のそのダウンロードコンテンツが配信される直前に、まあ、ちょっともしかしたら危ない、ブラブラブラ近づいてくるとなんか急にゆっくりになるっていうのかな、意外と怖いんだよね。まあハンドルフ、バイオビレッジ復習がてらちょっとね、まあ、ダウンロードコンテンツをやるにあたってのまあちょっとプレイみたいな感じでねお見せするかもしれない、あのプレイするかもしれないけどね、さすがにやっぱりちょっとそのタイムリーなところの話でね、
やっておきたいなというふうに思うからね。だから9月から10月くらいにかけて、まあのんびりのんびりちょっと、なんだっけ、あの村なんて名前だったっけな、まあ、とりあえず北欧ツアーっつってね、やるかもしれないからね。さ、じゃあまずはこのテッカ、あったまテッカテーカーさえてピッカピーカ、あ、はずしたいよ、どうしよう、おやすみ。これでもあんまり弾もないし、あ、ちょっと待って、当たって、え、全然当たってない、あ、ちょっと待って、全然当たってないじゃん。うわ、起き上がって、危ない危ない。さあ、おいで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 、スタイルは抜群だからね、君ね。ちょっと待って、全然倒れんじゃん、さっき2発で倒れたのに。ほい、オッケー、もういいや、もうここは。なんか下手に倒すのもったいない気がするから、さっさと、登って、登ってで、登って、おいで、登ってこないのね。登ってこれないのね。じゃあ、いいや、君はちょっとダメージを軽減させるために、始末しとく。オッケー。倒れ方がちょっと可愛いんだよな。フラッ、フラッ。よし、じゃあ向かってきてるんで、これをまあジグザグジグザグ。まだここで食らうっていうのはあんまりね、経験してない。ほらほら、うまいうまい。アウトコースからのインサイドを攻めて、ちょ、おう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 、セーフ。よし、じゃあここでアイテムをカチャコンカチャコン、はい、オッケー。で、1匹は確か登ってくるはずだったんだよ、ワンっつって。ここで登って、あれ、危ない、右サイドに避け。で、この中に出てくるゾンちゃんがいるから、こいつは、あ、ちょ、引っかかってる間に、くちゃ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 。あー、そっか、これか。どうしようかな。あー、危ない、ちょっと待って、ピーン、はい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 。ワンちゃんもね、あー、おー、ラッキー、ありがとうございます。あれね、あ、ちょっと待って、起き上がるの早くない？ちょっとダメだ復帰が早いな。ゾンビはあのだいぶフラ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 してんのに。よし、まあでもそりゃな、ゲーム会社が思ってるのとさ、まあでもそうなんだろうな、ゲーム会社が思ってるその自分たちがこういうのを作りたいっていうものとさ、我々そのプレイヤーがさ、こういうのを作ってほしいって思うものって、やっぱどうしてもその 100% 一致するっていうのないからね。そのさ、なんか例えば3つか4つとかさ、ダウンロードコンテンツ作る中でさ、1つでもさ、うわこれいいなって思えるものがさ、パッて当てはまったらいいよね。だってバイオセブンなんかでもさ、ダウンロードコンテンツのほとんどがなんか、まあ、派生したね、その本編とかつながりのないみたいな感じだったけど、予約出来上がった、ノットアヒーローなんかあれ良かったもんね。ちょっとクリスの顔はあの、え、本人どうなのっていう感じはするけど、まあ、それは置いといて置いといて。あれ、洗濯カゴになかったっけ。あった、洗濯カゴにね、マシンガンの弾があるってどういう状況なのって思うけどね。ウォッシュブラッシュフレッシュね。よし、じゃあこのまま地下に向かっていきやっしょう。へい、なんとかあの地下まで行けたらいいなって言ってたのは、なんかこう地下行けそうだね。ラッキーラッキーラッキー。オッケーオッケー。うん。ラッキーではないな。こっちは特に何もないよね。ここあれなのかな、その個人の先生と呼ばれる人がいるのかもしれないですね。はい。じゃあここで、はい。あの、細くて短いマグナムをお持ちの主張が、あの、子供を産ませる方だと思ったら自分自ら産んでみたみたいなね。子供を産んでみた。ロレックスの金のことで、ほんとこれ発想がエイリアンだもんな。嘘でしょ。これサムネにしよう。あの所長じゃなくてね、このクレアの方の表情をサムネにしよう。あの、どういう表情で、これ何が起こったでしょうみたいなね。相変わらずの挟まれっぷり。僕も挟まれたい。よし、じゃあ降りていって、ここは特にアイテムないもんね。ここに降りて、シェリーなんでそこにいたのっていう話よね。で、ウィリアムはどっから降りてきたのって、ね、あれどう考えても、タイラントはギリギリ降りれても、ね、これタイラントが
いる状態で、じゃあタイラントじゃねえや、シェリーがいる状態でタイラントと対峙したらシェリーどうなんだろうな、なんか一発殴られたら終わるとかなのかな。だって一応その生存者をぶちのめせっていうのが命令なわけなんでしょ、うん、生存者だもんね。あ、やばいやばい、来た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 、ピピピピピピ、わざわざ真ん中を開けるっていうね、真ん中から開ける。いやー、でもタイラント推定152歳とかなんかそれくらいのシワの入り具合だよね。ワンのさ、リメイクとかで出てくるタイラントなんか顔ツルツルだけど、そう、 G は顔が2つ入る。くさもない。まあさすがにここまでえぐられたらね、千倍特許のね、富士見てもここでスーパータイラントになれないよね。そっちに倒れるんだよ。あ、そうか、だから前もこの話したの、重さが右に偏ってるからっていう話だよね。下へ参ります。激しく。さてさて、パパの種付けの時間だよ。とかいつの間にあれだね、ゴミ捨て場にあそこどうやって入って逃げていって、でその後種植え付けられちゃったのかってのがよくわかんないよね、まあ、どっから植え付けられたんだろうね種をね。同じように口なのか。起きなさい、うん、目を開けて。そのまま、ね、そこら辺が気になるけど。あ、まぶっちいの。完成はしていないのね。何、うん、シェリー、クレア、崩れないただ一つのおっぱい。普通はそのね、脂肪がちゃんと柔らかかったらね、シェリーは無事よ、向いてる方向に寄っていくはずなのに全く形が崩れないと思うね。ことは崩胸してる可能性が疑われる。もしくは何だろう、急いで調べないと。あまりにもそのブラ、タンクトップ、ブラタンクトップよくわかんないけど、それがカッチカチなのか、もうピッチピチなのかってところね。はい、教えて。よし、じゃあ、まあ、キリがいいところまで来たんで、こいつのなんかたわごと、ざれごとを聞いておいた上で、まあ、次のね、次のじゃないや、セーブして一旦区切りたいと思いますね。はい、なんだかんだ20分近く、もう17分半くらいかな、録画して立ってると思いますで、アイテム整理とかもして、次の地下編に潜ってやっていきたいというふうに思います。はい、どこへ行くの。いい、あなたの質問に答えてる暇はないの。本当研究者ね、本当にマイワールドが広いというか深いというか、シェリーを見つけないと。娘の心配は無用よ。心配は無用よ。娘、似ても似つかないほどあなた不細工よ。女性に対してと失礼なこと言っちゃったけど、はい、シェリーはどこ。確かここにアイテムがあったはずだね。あったあったあった。シュシュ、なんかね、何かこれをやろうと思った時のね、操作が地味にうまくいかないっていうね、そこがまだまだ操作性の甘さってことかな。よし、ここでアイテムを、そっか、こんなんもあったな。こんな使う場面あるのかな。そもそも普通のハンドガンを使う暇がないもんな。うん、よし、じゃあ、アイテム整理をして、終わっていきたいというふうに思います。ということでね、本日も最後まで動画ご視聴どうもありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押してね、応援のほどいただけると嬉しいです。ちゃんとね、パートナーに登録できるだけのね、再生時間を取ることができたんで、次はいよいよね、チャンネル登録者数というところをぜひ狙っていきたいというふうに思いますんで、ぜひチャンネル登録ボタンで応援よろしくお願いいたします。あ、グッドボタンを押してもらえたら嬉しいです。ということでね、本日の動画は以上で終わります。次回お会いしましょう。バイバイ。